皆さんこんにちは、信州紳士のチャンネル、ミスターキャニーです。今回は信州のおすすめカフェ4選東進編と題して、私がおすすめする長野県東進地域内のカフェを4店舗紹介したいと思います。県外出身者の方のために簡単に説明させていただきますと、東進地域というのは長野県を北進、東進、中進、南進の4地域に分けたうちの東側の地域のことで、人口、面積ともに地域最大の上田市をはじめとし、世界的な観光地の軽井沢町、住みたい町ランキング急上昇中の佐久市などを擁する魅力あふれるエリアです。果たしてどんなカフェに出会えるんでしょうか。それではスタートです。信州紳士のチャンネル、最初に紹介するのは佐久市にあります有志カフェ天保堂コーヒーです。場所は春日温泉の入り口、旧望月町のトンネル付近にあります。駐車場はこのようにかなり広めなのですが、平日もお客さんでいっぱいになってしまうほど人気のカフェです。この有志カフェは昔骨董品店だった建物を改装した古民家カフェで、昭和のノスタルジックさを感じさせつつも、とにかく雰囲気がおしゃれです。ここ数年長野県でも流行り始めた古民家カフェですが、こちらのお店は完成度が高く、家具や置いてあるオブジェ、本にまで古き良きを感じます。店内は思った以上に広く、数人で行っても入れる部屋があります。メニューも豊富で、ドリンクメニューは浅入りブレンドが空と青と、深入りブレンドが森と月と、と詩のタイトルのような素敵な名前が名付けられています。私は森と月とを注文しました。コク深い味わいでとても美味しかったです。写真がなくて申し訳ないのですが、ケーキやスコーンも優しい味です。外にもテラス席があり、その奥に焙煎室があります。トイレですら古いのに美しい。開店時間は9時から18時まで、水曜日が定休日のようです。私が自信を持っておすすめできる古民家カフェです。ぜひ足を運んでみてください。続いてやってきたのは軽井沢町にあります茜屋コーヒー店です。軽井沢を代表する老舗の喫茶店ですので、ご存知の方も多いと思います。今回は軽井沢に2店舗あるうちの駅前店にお邪魔しました。こちらの店舗は軽井沢駅北口を出て右手側を向くとすぐのところにあります。木材を使ったシックな外観は独特の風格があり、一歩入ればクラシックが静かに流れる優雅な空間が広がっています。茜屋コーヒー店自体は神戸の三宮に1号店をオープンさせた後、実は軽井沢だけではなく東京、大阪、大宮、松山など全国的に展開しているコーヒー店なんです。
しかし軽井沢の店舗はその土地柄もあり、文化人、財界人が多く訪れたことから全国の中でも名が知られる存在となりました。店内は黒を基調とし、アクセントの紫と深緑を使って上品にしつらえてあります。なんといっても特徴的なのはずらりと並んだこのコーヒーカップ、その数はなんと400以上で、大倉陶園をはじめとしたどれも高級ブランドのカップです。コーヒーをオーダーするとお店の方がお客さんのイメージでカップを選んでくれるので、それも楽しみのうちの一つになります。店内はカウンター席だけでなくテーブル席もあり、天井が高いので想像していたよりもずっと広く感じます。椅子のクッションも効いていてとってもくつろぐことができます。メニューはコーヒーだけでなくグレープジュースや冷たいココアなどもあり、常連さんや通の間では人気となっているようです。私はブレンドコーヒーとチョコレートケーキのセットを注文しました。右側のカップとソーサー、これが私のイメージらしいです。上品な感じですね。ご覧の通りこだわりの詰まった素敵な喫茶店でした。また茜屋コーヒー店は全国に点在しているので、あなたの街の近くにもあるかもしれません。ぜひ探してみてください。続いて紹介するのはこちらも軽井沢の老舗喫茶店のコーヒー館丹念亭です。場所は先ほど紹介した茜屋コーヒー店の目と鼻の先、軽井沢駅からもほど近い場所にあります。こちらは何といっても創業40年を超える建物の佇まいが本当に素敵なんですよね。イギリスなどによく見られるハーフティンバー様式の洋館風で、軽井沢の街並みともマッチしています。こちらの人気メニューは10時間以上の時間をかけて抽出する水出しコーヒーと、4日間かけて丁寧に作り上げる自家製の生チョコレートケーキだそうですが、今回は訪れたのが真冬だったため紅茶とミルフィーユのセットを注文しました。紅茶もミルフィーユもとっても美味しいので、コーヒーが苦手な方でも素敵な時間を過ごせます。クラシックな雰囲気の店内には手巻き時計や大きな暖炉があり、なんだか懐かしいようなほっとした気持ちになります。暖かい時期になると緑いっぱいのテラス席もとても気持ちがいい喫茶店です。軽井沢を訪れた際はぜひ立ち寄ってみてください。最後に紹介するのは上田市にありますサイデンシュトラーセンです。場所は中丸子ベルシティと呼ばれる病院や図書館、ショッピングプラザなどが集うこの辺りに住む人たちにとっての憩いのエリアの一角にあります。この洋館風建物の2階部分にあるのがカフェになります。ここは昔製紙工場の金棒があった場所です。蚕を育てそこから絹を作る工場だったんですね。昭和11年に創業したこの工場は平成8年に閉鎖され、その後取り壊されることになりましたが、その一部が保存されて残っているのがこのサイデンシュトラーセンが入っている建物ということになります。ちなみにサイデンシュトラーセンというのはドイツ語でいうシルクロード、つまり絹の道、まさに製紙工場だった金棒の跡地にふさわしい素敵な名前です。1階部分はお手洗いと、このような製紙工場時代の主要室になっています。
2階へと続く階段を上れば、そこにはレトロでおしゃれな空間が広がっています。メニューはフードメニュー、ドリンクメニューともにかなり豊富です。カレーやサラダが人気のようですが、今回は手作りケーキのショコランチョとコーヒーのセットを注文しました。美味しいだけじゃなく、器も美しいです。調度品やインテリアも味があって本当におしゃれなんですよね。そしてこのお店は何より女性店主の方の気の利いた接客が素晴らしいです。私は数多くのカフェや喫茶店を利用してきましたが、こちらのお店の接客の心地よさはトップレベルだと思います。上田市街からは少し離れた地域にありますが、何度も通いたくなるお店です。ぜひ足を運んでみてください。皆さんいかがだったでしょうか。以上で私がおすすめする信州のカフェ4選東進編は全て紹介し終えました。これからもこのチャンネルでは信州を中心としたカフェや喫茶店などをどんどん紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をして今後も継続して見ていただきたいです。よろしくお願いします。では今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。それでは皆さん、お元気で。